こんにちはフィフィですえ韓国で不動産バブルの崩壊が始まっているようですえ韓国銀行が利上げし続ける中で住宅ローンの利子負担が急増して不動産市場が悪化しているんです 不動産会社は売れ残りを防ぐために契約時にブランド品だったり輸入車などの景品もつけていたんですが今では違約金を支払ってでもマンション契約を取り消すケースが相次いでいると言います来年も韓国の不動産市場は悪くなるという見通しから契約を解除しようという動きがあるんです このままだと建設会社の連鎖倒産につながる可能性もあるんですねソウル近郊のインチョン市内のあるマンション建設現場では鉄製のフェンスだけが設置されたままで工事がストップしているといいます今年7月から分譲が始まったんですが契約に至らない物件が70%を超えていたため分譲も一時的に延期したそうです 問題は物件購入者から契約が最終的に取り消された場合、施工会社がすでに使った費用を回収できなくなってしまうということ。一部の建設会社はすでに資金難に陥っていて、系列会社に支援を求めている状況ですが、金利が上がり続けている韓国では、銀行利子も上がって、建設会社が連鎖倒産するかもしれないと言われているんです。 韓国では今年だけですでに地方の建設会社など10社が倒産しています。このまま行けば不動産市場の混乱がきっかけで韓国で経済危機が起きるかもしれません。韓国経済が危ないとこのチャンネルでは言い続けてきましたが、こうしてわかりやすいところに韓国経済悪化の現象が見えてきました。実は不動産物件の 解約を求める動きだけではないんです。韓国の人々が急速に悪化する自国の経済に不安を感じて手元に現金を置いておきたいということで、韓国では今保険の解約も相次いでいるんです。まあそれだけ生活が苦しいんですよね。韓国の生命保険会社23社で解約返礼金の規模が今年の上半期に入って増加し続けています。 6月末には日本円で約1兆5000億円だったのが、その後増加し続けて、9月には約2兆6000億円に達したことが分かりました。一般的に保険を解約して受け取る返礼金は、それまで納めてきた保険料より少なく損しやすいんです。事故発生時の保証もなくなってしまいます。 銀行の預貯金と比べても保険の解約というのは通常最終手段なんですね。えつまり損するのを覚悟で解約せざるを得ないということなんです。まあ、そうまでして今すぐにでも現金が必要だということでしょう。え韓国ではこうしたケースが今相次いでいるわけですえ。高金利、物価高、景気低迷で韓国では庶民の暮らしが厳しくなっています。え韓国政府の発表によると 7月から9月で所得より消費支出が大きい赤字世帯は全体で25%にもなるそうです。11月の消費者心理指数も86と2ヶ月連続で基準値の100を大きく下回っています。この消費者心理指数が100より少ないということは消費者が今の景気が悪いと判断しているということなんですね。 また、韓国の国民は格差も広がって貧しくなる人々が増えているんです。様々な商品、サービスが値上がりする中で、生活に苦しんでいる人が多くいるんです。韓国政府の分析によると、7月から9月期の所得が前の年の同じ時期と比べて5%減少したことが分かりました。 韓国ではこの時期に消費者物価指数が約6%に上がったのに所得が5%減ってしまったわけです。きついですよね。しかも雇用が不安定な労働者では所得の減少率がさらに大きいんです。臨時で働く労働者の7月から9月期の所得は前の月の同じ時期に比べて5.1%から6%近くも減少しています。 あと、自営業者の世帯の所得も減っています。従業員を雇用している自営業者の所得の減少率は3%減っているんですね。もうこのままでは商売を続けられないと廃業を考えている企業も多いと言います。え韓国企業の半数が来年も深刻な経済状況が続くと考えていることが分かりました。しかも、 企業の37%が今年より採用を減らすかまたは中断すると回答しているんですね。これは韓国の390の企業を対象に来年の経済状況をどう捉えているか調査した結果です。その結果、50%は非常に深刻だと答えていて、やや深刻だと答えている企業も47%あったんです。 えつまり合わせて96%の企業が来年の韓国経済に悲観的な認識を持っているということですえ。ちなみに雇用について採用減らすかまた新たに採用しないと答えたのは大企業で48%と半数近くもあったんですねえ。大企業も中小企業と同じで新規採用を抑える動きが出てきているんです。 多くの専門家は、韓国経済の複合危機は来年から本格化すると見ています。このような状況下では、労働者の賃金引上げを抑えるのではなくて、政府の財源でもって内需を拡大して、経済を回復させる必要があると専門家は指摘しているんですが、韓国政府にもそんな余裕はないのかもしれません。ちなみにさっき韓国では格差が広がっていると言いましたが、 これは分かりやすす。く所得に表れています韓国で所得上位10%の世帯が1年に稼ぐお金は日本円で約2,000万円くらいなんですね。え財閥企業の上のポジションに勤めていたりする一部の人たちでしょう。彼らが持っている不動産などの資産は平均で約1億6,300万円にもなるんです。 ま一方で、所得の下から10%世帯の1年間の平均所得は94万円になります。えつまり、所得格差が約21倍にもなるんです。えこの所得の差が今、これまでにもなく韓国では広がっているというんですね。まあ、中間層の人たちは大丈夫かといえば、まあ先ほどから言っているように、中間層でも生活は苦しくなっているんです。 でもそれなら日本も低所得世帯は貧しいんじゃないのということになりますが日本はセーフティーネットがしっかりしているんですね生活保護など国からのサポートがしっかりしています韓国の場合このセーフティーネットがとても弱いので今後経済が悪化して貧しい世帯に落ちていくと人々が生きていけなくなってしまうんです 韓国でこの最も貧しい世帯はほとんどが高齢者なんですが、韓国で高齢者が自ら命を絶つケースは、どの国よりも多いのは、まあ、こうした高齢者の貧困問題があるからなんです。ちなみに韓国では、高齢になってもフルタイムで働き続けている人が多いんです。だから韓国の GDP は高いんですね。働いている人口の割合が多いということです。 韓国開発研究院は韓国の来年の経済状況についてさらに厳しくなるだろうと分析しています。韓国は貿易赤字も続いていて、韓国経済にとって来年が本格的な山場になりそうだと言われているんです。もう輸出もダメ、物価の高騰、高金利によって景気が悪くなって失業者が増加するんですね。 まあただ、こうした問題を解消するのは簡単ではありませんえ。韓国の経済構造がこれらを生み出しているからなんです。え韓国は一部の財閥系企業が支配する経済構造でいて、まあ、それなのに、まあ、例えば前のムンジェイン政権がサムスンの創業家が新日という理由だけで散々意地悪をして苦しめてきました。え生活苦で不満が高まる人々のガス抜きのためだったんでしょう。 あと、ムンジェイン政権は、財閥系など大企業の労働組合が最大の支持母体だったんですが、まあ、そのせいもあって、ストライキがどんどん過激になっていったんですよね。まあ、それによって大企業が苦しめられました。ストライキをリスクと感じた外資系企業は、韓国から出ていったりもしたんです。韓国の大企業の業績の悪化は、韓国経済に直結します。 韓国の人々は自分たちの要求を企業に押し付けることが、いずれ自分たちを苦しめることだと気づかなければいけません。ムンジェイン政権下では強引に最低賃金が引き上げられましたが、景気の動向を無視してそんなことをすれば、韓国経済が危なくなることぐらい当たり前にわかることなんです。まあそこにコロナだったり、ウクライナ有事が重なったわけですね。 まだ今は韓国経済の地獄の始まりに過ぎません。これからどんどん韓国の人々の生活にその影響が出てくるでしょう。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。